皆さんこんにちはこんばんは。ここにチャンネルのショーが今日はナイジェリアについてのお話をいたします。えー、まあ緊急ですね。これはね、まあ本当にこうちょっと大変なことになっているということですね。あの先日、マレーシアのですね、まあ LNG ストップというお話をさせていただきました。まあ2割減でね、 あのー、止まるかどうか。まあ、ま、全く、未知のものですよ。その決定してないんですよ。もしかしたら100%入ってこないかもしれないですし、あの、ちょっと今、まあ、それも揉めてる最中ってことですね。で、確か、あのー、何か向こうのね、マレーシア側が発表しているのは、実炊ね。なんかそれが起きたっていうふうにね。なんか言って、まあ、ちょっと施設が破損した。 まあその写真とか撮ってね、公開しなきゃいけないじゃないですか、本当は。まあ、どこにも出てないんですよね。ノーコメントを貫いてるみたいなんですけど。まあ、その証拠写真があ,れありましたら、まあ、ちょっとね、情報として教えていただければと思いますけど、まあ、出てないんじゃないかと思います。で、えー、今回ですね、ナイジェリア、出ました。洪水。洪水。不可抗力宣言。出たんですよ。 ナイジェリア LNG 天然ガス輸出してるんですよ。不可抗力宣言出しました。もう、最近どころか、ついつい、えー、もう本当もう、もう何でしょうね。1日2日前の話ですよ。出たんです。輸出ストップ。年間2200万トン。ストップですよ。 これはどうなるかということですねで。ほとんどね、ヨーロッパ向けなんですよ。輸出が今現在ねで。ヨーロッパ真っ青ですね。ナイジェリアからも止まったのかということですね。これなんでしょうね。こ意図的なものなのか。本当に自然に洪水でね、こう、なんかプランとなりパイプがおかしくなったという発表なんですけれども、もう全然こうどうにもならないのでね。 とりあえず、あの、輸出できませんと。不可抗力宣言ですと。マレーシアの真似をしてるのかということですよね。わけがわかりませんけど、こんなに続きますか、普通。天然ガス。いや、わからないですけど、何かまあ、意図的なものを感じるんですけど、まあ、わからないですよ。発表としては、まあ、洪水で、もうんまあ、なんかね、おかしくなったと言うんですけど、ね。 うーんどうなんでしょうね。ナイジェリアといえば、あの、えっとね、一回ね、ナイジェリアで、あの、友人がね、ナイジェリアに行って、写真を撮ってきて、見せてもらったことがあるんですよ。ズマロックとかいうね、なんか変なね、山なのかな岩なのかななんかでっかいね、あの、道をまっすぐ行くと、あ、これこれ、この写真ですよ。ズマロック。 な、変でしょこれ。自然のモノリスとか言われてるんですよ。なか気持ち悪いですよね。なんかね、ちょっと人工的な感じしますけど、高さが725メートルなんですよ。で、周りの円周がすごいですよ。3.14キロメートル。なんかおかしくないですかそれ。おかしいでしょこれ。3.14キロメートル。円周率なんですよ。 だから3.14で割ると直径 1km ちょうどになるんです。そんな岩あります普通。そんな偶然。いや、なんか怪しい感じしますけど、まあ、とりあえず、その、まあ、これ、コインのねあの、コインに刻まれてもいるんですよ。あのズマロックってね。これがあるナイジェリア等々、天然ガス輸出ストップ。全面ストップですよ。今度は本当ですよ。 ま、本当って言ったら前が嘘みたいになりますけど。え、嘘じゃないんですよ、本当に。マレーシアも、最初、全部ストップって言って、だからあの、最終的に不可抗力宣言出したんですよ。不可抗力宣言っていうのは、輸出0%になるぐらいの時しか出しちゃいけないものなんですよ。だからマレーシアも、わからないんですよ。未知ですよね。何考えてるのかもわかんないんですよ。何にも言わないので、マレーシアが。 で、今度はナイジェリア。不可抗力宣言。輸出ストップ。ヨーロッパ大慌てという最新のニュースでした。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。